すごいですよ、めちゃくちゃ大きい、もう顔ドーンって。VR を、撮影するということはやっぱりその勝手が違うといいますか、普通撮影だとこうカット割りをしてこう細切れで撮影をしていくような感じなんですけども、まあ最初から最後までワンシーンを一連で一つのカメラで撮っていくっていうのは、なんかお芝居のその間だったりとか、そのやり取りみたいなものがスムーズに流れていく感じもすごくあるので、お芝居をする意味ではすごくやりやすかったなと思います。初めてでしたけど、一気にやれるっていうのはまた別の緊張感がありましたけど、でもなんか不思議な感じです。カメラは絶対見ちゃいけないっていうのはなんとなく役者の中ではあるんですけど、カメラが人の目線になってるっていうのは不思議でしたけど、なんか楽しかったです。はい、目をカメラだと思ってお芝居するの初めてだったので、でもすごい楽しかったなと思って、ちゃんと長尺でミスが許されないので舞台みたいだなと思いながら、でモニターチェックするとこう自分の見たい角度で見えるっていうのがなんかとっても面白くって、こういう時この人どの顔してんだろうとか、なんかそういうのが自分の意思で見れるっていうのはなんか新しいメディアだなと思って。もう僕チェックするのとかも、もう自分の芝居とか見るの好きじゃないんですけど、出来上がったでもこれはその中に入ってるみたいな気がするので、本当に匂いも匂ってきそうな感じで、本当に不思議な感じでしたけどね。すげえVR びっくりしました。初めてやってみてまた世界が変わりましたね。頑張ります。宇宙で一番明るい屋根も試写でちょっと見させてもらって、なんかこの世界観に少しでも参加することができてすごく嬉しかったです、はい、藤井監督は本当に大好きな監督だったので、まず藤井さんの作品に参加できたことは、とても嬉しかったです。何よりも監督の書き上げてきた本がとてもなんか年上の人柄だとか、ツバメちゃんが病院に来るまでにこういうことがあったっていうのが分かるだけでも、なんかまた映画の深みがちょっと入るかなっていうふうに思って、撮影ってやっぱ楽しいなと改めて思った時間でした。本編で見たこの美しいところに来られて本当に良かったです。ありがとうございました。本編もこの作品もきっと面白いと思うので、楽しみにしていてください。皆さんお疲れ様でした。